こんにちは。雨ですね。雨ですね。降ってきましたね。うん、お、何をやってらっしゃるんですかこれは。今ね、この中途半端な年代のベニヤ、うんうん、これ話そうかなと思って。まあ俺なんかはほら古民家の古いね、黒いすすのああいう柱とかがかっこいいなと思うけど、うん、多分おじいちゃんは逆にこうできるだけ新しい方が好きみたいでこう隠してあるんですよね。これを取るとこでかっこいいのが出てくるんですよ。あ、かっこいいじゃないですかこれ、はい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 、こっちとか土壁で、はいはいはい、でも多分おじいちゃんはこの年代のギャップ、前に住んでた方はおじいさんだったんですか、うん、年代のギャップ、この大黒柱もほら黒くてかっこいいのに、はいはいはい、こういう新しいベニヤをこう貼っちゃうんですよね。いろんなところ剥がしたんですけどね。へえ、面白いって面白いっていうか、年代によってこう価値観が違うって話ですね。そうだね。まあでも分からないくはないですけどね、うん、そう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 。ここで生まれ育って、ね、おじいちゃんの人生はこうね、はいはい、想像すると、やっぱり新しいものがいいっていう時代を常にこう生きてきたから、はいはいはい、そうか、この汚い古めかしいものを崩そうというのが。なるほど、それ面白いね。面白いですよね。ああ、そうか、それをまたもう一回復活させて、そうっすね、味わいあるものにしようということ。そうっすね。へえ、うん、まあトイレはね結構きれいにしましたね。まだ完全ではないですけどね。ああ、へえ、まあここもねやっぱり中途半端な年代のシステム洗面台みたいなのがボーンってあったんですけど、はい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 、それ外してこの古いの近所のおじさんの裏庭に捨ててあったやつもらってきて。あ、そうなんですか、うん、あ、これ蛇口だけ買いましたね。でも最近こういうの流行ってますよね。流行ってますね、こういうのが、うん、庭に捨ててあって、これ欲しいんですけどって言ったら、おー捨てようと思ってたんで持ってって持ってってみたいな感じで、へー、なんかそんでこういう板とかもね全部もらいもんで、やっぱこういうベニヤなんですよね、はいはいはい、そこにこれをこう貼って。あ、そうか、うん、あー、なるほどね。まあ剥がすところと上から隠すところとね見極めていろいろやってますけど、はいはいはい、なるほどね、うん、これは昔からあるの。これはねもらってきましたね、やっぱ古民家の、やっぱ築100年以上の古民家のキッチンにあって食器棚として使ってたみたいですけどね、はい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 、へえ。この古民家自体は相当古い、ね、ここは100年ぐらいですね。100年ぐらい、うん、じゃあ追いかけて。前の家なんか150-160年って言ってるんで。え、この正面の家ですか。うん、正面の家150-160年、多分あっちもそれぐらいですよね。ここは何軒ぐらい集落なんですか。何軒の集落。ここは全部で5軒ですね。5軒で3家族しか住んでないですね。3家族だけ、はい、お犬さん自身はこちらに越してきて何年でしたっけ。7年目ですね。7年、はい。あ、じゃあ八さんがより全然先輩なんだ。そうですね、ね、あいつもいきなり旅して、うん、うちにひょっこり、たまたまうちに遊びに来て、うん、それで気に入っちゃったみたいですけどね、ここが。そうか、元気だな、テント君。他の荷物をね、そっちに移動して。なるほど、うん、結構広いですね。広いっすね。やっぱ昔の古民家って感じっすよね。はい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 。まあゆくゆくはいろりも復活させようかな。なるほどなるほど。お、これ蚊帳ですか。これ蚊帳です、ね、蚊帳ももう見ないもんね。蚊帳ね、見ないっすね。やっぱね、山に囲まれてるんで蚊が多いんでね、うんうん、はい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 、うん、東京ドーム3分の2個分の土地とこの築100年の古民家、うん、田んぼ畑山林原野、うん、土地はついて、うん、65万円で買いましたね。何?65万円で。え、本当に、まあキャッシュで。へえ。家買っちゃいましたね。
周囲の人はどうだったんですか？すぐ受け入れてくれた感じ？そうですね、打ち合わせて3家族しかいないんで、まあ大歓迎ですよね。もううちの息子のテントなんてこの集落30年ぶりの子供なんでもうほんと過疎地域の限界集落なんで、東京生まれで町田かなんかの町田ですね。東京都町田市ですね。生まれも育ちも町田って東京のもうほんと端っこなんで、はい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 、やっぱね周りには綺麗な小川とか流れてて、うんうん、まあ周りに森もいっぱいありましたし、うんうんうん、やっぱり子供の頃は自然でもう泥だらけになって遊んでましたね。うんでそれがどんどん中学生ぐらいから開発が始まって、うん、で森とかね小川とかどんどん消えてって、うん、で自分が遊んでた自然が町に変わってったんですよね。はい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 、その経験がでかいですね、うん、まあそこでやっぱりああ町になった便利だなってもう思ったんですけど、うん、深く考えていくとなんか寂しい気持ちになってね、うん、昆虫とかもなんか いなくなっちゃったなみたいな、うん、クワガタとかカブトムシとか取るじゃないですか、うん、でまあ父親が自動車整備士だったんで専門学校行けばって言われて高校卒業してでそうだなやることないしとりあえずじゃあ行ってみようかなと思って2年自動車整備の専門学校行って自動車会社のディーラーに勤めて、うん、もう残業がすごくて毎晩ね朝から夜中の1時2時は当たり前、はいはいはい、下手したら4時5時まで、はいはい、まあ今思えばねいい経験だったんですけどもう結構精神的にも辛かったですね。やっぱ夜中朝方まで毎日一応でも3年間やってそこで300万ぐらい貯金して、うん、まあねなんか一人旅するのはちょっと夢だったんで、うんうん、まあいわゆるバックパッカー、はいはいはい、リュック背負って自由気ままな外国旅したり、はいはい、ああ外国言ってるけど俺日本のこと全然知らねえなあと思って、うん、ああそうだバイク好きだしねあのキャンプとか登山その頃趣味でハマってたんで、うんうんうん、あそうだ思い切ってバイクで日本一周してもうキャンプしまくって登山しまくって、うん、旅しまくろうと思って、うんうん、それが25の時ですね。でその時に北海道から沖縄まで1年半かけて旅したんですけど、うんうん、その時に俺のそれこそ二回りぐらい上のまあだからうちの親世代の人たち、うんうん、まあ田舎でね自給自足的な暮らししてる人たちに結構そこで出会ってへでね俺外国行ってでよくカルチャーショックって言うじゃないですか、はいはいはい、で外国行ってもちろんどこ行ってもすごい衝撃で、はいはいね、今まで常識だったことが崩れてってみたいなね、はいはい、思ってたんですけど日本の旅が一番カルチャーショックでそういう人たちに出会って日本にもこんな暮らししてる人たちいるんだと思ってで将来俺も田舎で自給自足的な暮らししたいなってその時に思いましたね。いつかでも俺東京生まれ東京育ち で、うん、で長男なんで、うんうん、長男はやっぱりね親の後継がなきゃいけないとか、うんうん、親の近くで老後面倒見なきゃいけないみたいなのあるじゃないですか、うんうんうんそういうしがらみみたいなのがあってちょっと若いうちは難しいかなって思ってましたね。でまあね定年退職したら
田舎暮らし、まあこれもね結構定番なね、はい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 、考え方なんですけど、はいはい、定年退職したあたりで田舎暮らししたいなっていう、うん、まあ遠い夢みたいな感じで、その感じで置いといて、で2週目はね、その1週目で今の妻と出会って、うん、恋人時代に妻もバイクの免許を取って、はいはい、バイク2台で2週目の旅に出ましたね。まあ嫁も一人で外国とかバックパッカーで、若い頃は結構旅してたタイプで、半年ぐらいかけて北海道から沖縄まで回りましたね。嫁はね、あの隣の隣町の南会津町っていう、うん、はいはいはい、まあこっから1時間車で1時間ぐらい離れたところが実家で、で10年前に結婚して、うん、で結婚する時に嫁がやっぱり田舎暮らししたいって、うん、結婚するんだったら、はいはいはい、あなたが週に5日も6日もお金稼ぎに時間を費やすような結婚生活は嫌だよって言いましたね嫁は。退社して旅出る時も勇気いったんすけど、さらに勇気出して結婚して、よしじゃあ嫁も田舎暮らししたいって言ってるし、俺もしたいし、思い切って結婚と同時に田舎暮らししようって、うん、まあ決めて、ここで初めて住むところ探しの旅、うん、これで日本3周目の旅だったんですけど、うん、3.11 の後だったんで、そうですよね、福島はもうダメだ、住めないっていう、うん、マインドでしたね、その時。嫁も福島会津出身なんですけど、俺の母親も福島のあの浜通りの海沿いのいわき出身なんですよね。うん、だからまああの田舎暮らしって言えば福島がいいなって思ってたんですよね、正直。うん、で日本2周してやっぱり福島すげえいいなって確認してたんで。田舎暮らしするなら福島がいいなって思ってたんですけど、まあ東日本大震災が起きて、じゃあ車で住むところ探しも含めて新婚旅行日本一周の旅に出ようって言ってそれはね1年かけて北海道から沖縄まで、でもね北海道もいい、沖縄もいい、九州もいいなんつって1年かけて旅したんですけど、うん、結局やっぱり福島が一番いいっていう感じで、でまあ放射能とかねそういうこともさらに勉強してって、まあなんかね食べ物とかそういう免疫力上げて自然に寄り添った暮らししてれば、そういう被爆とかねそういう影響もあんまり受けないっていうところまで勉強して、まあそれを証明するために福島を選んだ、当時はそういうつもりでしたね。あの自然に寄り添った生活をしてれば、うん、免疫力高めて生きてればそういうのに影響されずに健康に幸せに暮らせるっていうことを二人で証明しようって真顔で嫁と語り合って、その時はね子供いなかったんですけど、将来元気な赤ちゃん産んで健康的な子供育てて、でみんなこうやって自然に寄り添った生活してれば幸せに健康に生きれるんだぜって広めよう、広めるために民泊をオープンしようって決意して福島に住もうって決めましたね。庭からね湧き水湧いててね、飲める美味しい水が湧いててね、水源地付きなんですよね。水源地付き、まさかの夢のように今水遊びしてましたね。その湧き水のとこ連れてってくれる、テント君。よしどこだ、ほいほい、んおお
これ行くんじゃないのか。ん？どこ？どこが湧き水？え？あ、ここ？はい。こっからこう湧いてるんです。あ、本当だ。はい。はい。ちゃん。湧き水付きか。湧き水付きですね。へー。はい、いただきます。へえ、うん、うまい、うまい。美味しいですよね。うん。あ、どうもすいません。いやいや、今ロングストーリーを聞きましたよ。日本3周もしたっていう話を。はい。そこにある車で最後は回ったってこと？そうっすね。この車っすね。これで日本回ったわけ。うん、これ日本3周目の旅はこの車で。へえ、そうですか。でも天徳くんなんか友達とかがあんまりいないんじゃないの？そんなことないの？うん、ここだと。意外といますね。あ、そうなんですか。小学校には行くんでしょ？小学校には行く予定ですね。多分。これ小学校に通うとか送っていくんですか、こういうところだと。橋渡ったところにバスが来ます、ね。ああ、じゃあそこまでを連れていくっていう感じなのかな。そうですね。へえ。ここ山の上なんで橋までも結構ありますね。ありますよね。20分近くかかるんじゃないですかね、ちんたら歩いてたら。でもここの集落も立派な古民家だな、みんな。なんか、うん、全部古民家ですね。ね、こんだけ多く古民家が残ってるところは、はいはい、奥会津以外にはないですね。断言しますね、俺が。日本三周して調査したけ ど、 なるほど、こんなにたくさん残ってるのは、はい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 、100キロ以上にわたって古民家だらけみたいな、はい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 、なんかね、一つ二つの集落で古民家を維持してるみたいなのは結構全国探せばあると思うんですけど、はいはいはい、そうだね。こうやって人が暮らして生活の中に自然と古民家がマッチしてるのは奥会津以外ないでしょうね。漫画日本昔話のおとぎの世界みたいなそうだね。それはもう奥会津じゃないと味わえないですね。